都内の桜は今日満開となりました。東京を代表する桜の名所、ピンク色に染まった隅田川沿いから伝えてもらいます。村上さん。ご覧いただいているのは隅田川の桜並木です。この時間ちょっと風は強いんですが、気温はさほど下がっていませんので、多くの人たちが夜桜見物にやってきています。こんばんは。私が今立っていますのは、この隅田川の桜並木をきれいに見ることができる桜橋の上です。この隅田川の桜、歴史は非常に古く、江戸時代にまで遡ります。8代将軍徳川吉宗公が隅田川の氾濫を防ごうと植えたのが始まりと言われています。現在はソメイヨシノや大島桜などおよそ640本が植えられていまして、1キロにわたって桜並木を作っています。そしてご覧ください。この時間になりますと提灯に明かりが灯りまして、ライトアップとはまた一味違った趣の深さを感じます。さて、この時間の中継では都内の桜をご紹介してきましたが、今日は花より団子、江戸時代から愛されている花見の名物を2つご紹介します。まず1つ目は長明寺桜餅です。お店はこの桜橋からほど近い場所にありまして、創業は江戸時代享保2年、向こう島にあります長明寺の門前で販売していたことから始まりました。連日大人気で、今でもほとんどが売り切れてしまうそうですよ。そして桜餅の元祖がこの長明寺桜餅だということです。そしてもう一つがこととい団子です。こちらも創業は江戸時代末期、白あん、小豆あん、そして味噌あんと3つの味を楽しむことができ、串に刺していないのがこのことといだんごの伝統だということです。それでは早速このお花見をされているご家族にお話を伺います。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。まずどちらからいらっしゃったんですか？近所から来ました。お花見は毎年されるんですか？そうですね、毎年ですね。今年のこの夜桜いかがですか？綺麗ですよ。もうすぐ咲くと思います。満開になると思いますけどね。そうですね。さあ、そして今日ことといだんごと長明寺桜餅を実はご紹介してたんですが、はい、これまで食べたことありますか？はい、あのことといだんごを食べたことはあります。味はどうでしたか？あのあんこと餅の味わいがものすごく美味しいです。本当に美味しかったね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。このように世代を受け継いでこの味が親しまれているのがよくわかります。花見を支え、そして花見に支えられてきた長明寺桜餅とことといだんご、皆さんも隅田川のお花見にやってきたときはぜひ味わってみてください。以上、隅田川の桜並木から中継でお伝えしました。隅田公園をメイン会場とした牧庭桜祭りは3日日曜日までです。